こんにちは、ひかりです。今回もハードオフを買い物中実況です。まずはね、ジャンクコーナーにまだいますね。ここら辺がね、インクとかのなんかジャンク品っていう感じであるのかな、とかね、下の方にはいろいろパーツ系とか、上の方はゲーム機のこうなんかやつとか、これはね、なんか車に使うやつなのかな。なんかね、そう、バブリーな感じがしました、表紙が。もう一個あったのかな、確か。これ。なんかバブリーでいいよね。バブリーって昭和なのかな。なんかこれ昭和と思っても意外と平成のやつあるからね、気をつけないと。バブリーは昭和でいいんだよね。で、ゲーム機系のジャンクですね。やっぱりこの店舗はね、結構商品が豊富ですね。あと安いし、そこそこというか安い。これはなんだ、これゲーム系じゃないな。工具とかも結構置いてるんですよ。お、PSP。これなんか、スケルトンみたいになってるけど、なんかどうなんだろう。黒の。550円。まあね、ジャンク PSP で壊れてるのが、あ、封印シール貼ってあるじゃん。これ多分直せると思いますよ、普通に。これがね、500円っていうのはやっぱりいい店舗ですね。PSP のジャンク、どんなに壊れてても1000円つけてるとこあり、あ、PSP じゃん、PS2 の1000円つけてるとこありますからね。で、こっちが中古ですね。ジャンクじゃなくて、中古のコーナーに来ました。今ね、またこう、値上がったりしてるのもあるみたいで、そういうのを探してますね。やっぱこういうなんか、僕が知ってる限りだけど、こういうやっぱ美少女系が値上がってるのが多いのかなって感じ。そう、レアゲーになってるというか、マンダラケとか、駿河屋買取とかが高いみたいよ。とか、あとメルカリ相場とか、そんな感じ。そうそう。まあでも面白いゲームはね、僕の個人の意見っていうか、僕の考えというか、僕の感じてるのは、やっぱり面白いゲームっていうのは売れたゲームかなと思いますけどね。今スイッチで言うとやっぱ集まり面白いし、マリオ系も面白い、ポケモンも面白い、スプラトゥーンも面白いって感じで、スマブラ、桃鉄とかそこら辺でやっぱ有名どころが面白いかなとは思うけど、コレクションとしてはやっぱりね、レアじゃないとか売れてないゲームの方がレアになってくるのかな。だからレトロゲームとかはね、価値で言うと売れてないやつの方がみたいな感じ。なんか何千本しか売れてないとかさ。そしてね、こっちがプレステの1で、こっちが3ですね。1というか初期初代っていうの。プレステとプレステ1ってまた別なんだよね。でこっちがセガサターンとドリームキャストと、ほんとちょっとだけメガドラとか、メガドラもここか。と、あとなんだっけ。3DO とかも何本かあったかな。もうほんと 3DO 最近入ってこないな。あとは PC98 みたいなやつもあんのかな。お、セガサターン。へぇ、バカボンのもあるんだ。これ初めて見たな。しかも意外と安かったっていうね。バカボン、セガサターン。セガサターン持ってるからやれるんだけどね。昔ゲーム実況ちょっとやったことあったな。なんか、ときメモ的なやつを。お、高っ。高っとか言っちゃったけど、ピカチュウ。こんなすんだね。64。そして、DVD コーナー、今人がいたからこっちに来まして、こっちは中古 CD ですね。 CD はやっぱゲームのサントラとか、あとアニメ系とか特撮系をよく見ますね。あとはちょっと欲しいのがあるんだけどね。お、これカセットのレアなやつかな、多分。ジャンクにはいかなかったカセットテープですね。ちょっとあるんだよね、こういうのも。今ね、ディギモーのアルバム探してるんだよね。セカンドアルバムかな、元ソールドアウトの。あらかららっていう、知ってる？なんかありいますよね。あれ結構好きで、結構っていうか、一番よく聞いてるかもしんない。で、こっちの方には DVD もあるんだけど、で、CD が、やっぱ結構あるね、数。で、こっちファミコンのコーナーがあるんだけど、ちょっと今人がいたんで、こっちに来て、PS4 とビータですね。ビータ持ってるからやんなきゃな。普通にマイクラまた買おうかな。今300円ぐらいで買えますからね、安い時は。ビータなんかあるのかな。あ、これね、一時ね、やってたんだけど、ちょっとやったんだけど、すぐやめちゃった。なんかあんまりハマんなかったな。
こういうやっぱ大きいやついいよね。あの限定ボックスみたいな、限定版とか初回版みたいな、まあ、どれがレアかちょっといまいちまだ覚えきれてないんだけど、確か今回ね僕が探してるやつとかレアなやつはなかったかな。まあわかんないけどね、中にはあこれ高いっていうのとかあるんだ、あるかもしれないし、普通に330円で売ってて、するこのハードオフで330円で売ってるのに、駿河屋買取が300円っていうやつはよく見かけます。結構ある。まあもちろんそれじゃあね、普通の人は買わないっていうか、転売目的の人は買わないからあるんだろうけど、普通に買う的なことを考えると自分のために買うんだったらお得ですよね。だからいいと思います。ここはね中古 DVD の値下げコーナーなんですよね。もうずっと売れなくてちょっと色あせちゃってるぐらいのやつがいっぱいあるんだけど、だからアニメ DVD の2巻だけとか3巻だけとかがあったりすると売れないから、そういうのはどんどんネットに流してほしいですよね。ハードオフオンラインみたいな、なかなかね。あこれはちょっと見たいなと思ってるやつですね。ジャイアントみたいなやつ、ふん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 、結構面白いのあるんだけどね、こういう昔の DVD のとこにも。で、今何見てるんだ？あ、そうだ、なんかハードゲー的なのね、芸人さんが出てる DVD をちょっと見てましたね、確か。なんか農機具みたいなのも置いてありますね。すごいね、幅広い。うん、DVD やっぱ。まあ、僕のおすすめはやっぱり内村サマーズとかもやもやサマーズとかなんか面白いけど、めっちゃ面白かったな、すごい見てた。あとはねここら辺に、ね、僕が探してるのはやっぱアイドリングかな。ボックス持ってないのまだ結構あるから。で海外的に見るとこのマックっていうね、あの映画のブルーレイ探してるんだけど全然ないんだよな。アマゾン高かったんだよな、だからないんですよね。で海外ドラマだとフラーハウスとかも欲しいけど、別にアマゾンでも安いからいいかなと思って、あのフルハウスの最近のバージョンのやつなんだけど。でこっちは韓国ドラマとかホラーとかもあって、あザロックじゃんこの人かっこいいよな、ザロックだよね今の、かっこいいよね。結構その人の映画好きなんだよね。ロック様だっけ、なんだっけ、もう名前あったじゃん、名前なんだっけ、忘れちゃった。今もうウッディアレンしか出てこない。あ、この辺ゲームボーイだね。とゲームボーイアドバンスの箱なし。ウッディアレンって、それも誰だっけ？ウッディアレンって誰だっけ？多分バズとウッディのモデルになった人でしょ。うん、これやっぱ美少女系が高いんだろうけど、でもこうハードオフで見る限りそこまでバカ高いのはないんだよな。やっぱだからレアなやつは。もうあんまないのかな。まあショーケースが一応あるんだけど、そうそう、今回撮影してきたっけな、どうだっけな、ショーケースの中に入ってるやつはもう基本見ないですね。見るんだけど、あ見るんだけどやっぱり高いかなっていう、うん、やっぱりもうメジャーな有名なやつっていうのはね高いからね。あおこれから上がりそうとかさ、実は高いみたいなやつの方が狙い目だと思います。まあ何を狙うのか分かんないけどね、コレクションするとか、まあ、売るとかそういう風に考えるとってことかな、転売するとか。まあ僕は別にあのハードオフで背取りとかしてる人は別に悪いと思ってなくて、うん、まあ迷惑かかんなければ、あの邪魔になんなければいいかなってぐらいかな。買い物する邪魔になるのが嫌だけど、それ以外だと別に必要な人のところに届くならいいのかなって感じですね。そうそう、あの新品のあの新商品を予約するときに転売目的で予約をね抽選とかに来る人はちょっと迷惑なのかもしれないけど、そうリモコン転売とかむしろ助かるからね、自分で探すの大変だからさ、やってもらえた方がみたいな。でまあ、ただ買い物するとき邪魔だけどね、そういう人がずっといるとね、スマホ見て結構いるんすよ。おふん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 、
こういう美少女系もね、スポコンラブコメって書いてあって、お、裏セクシーだな。ギリだった、今ヒヤッとしてたよね。あばい、カットしなきゃかなと思ったんだけど、撮影の時、あ、でも大丈夫だったみたいな。まあ、大丈夫なんだけどね、ぶっちゃけちょっとぐらいはそんな厳しくないしみたいな。いいですね。五右衛門500円、 M なんだ今の。こう見てくとやっぱ中古ゲームも面白いな。昔はあんま中古見なかったんだけど、電波少年系のやつ、深川じゃん、深川がいた。なんで指さしたんで今深川亮に。お前んちの天井低いよなみたいな。はい、ということで今回はハードオフのお買い物中実況でした。もしこの動画良かったなと思っていただけた方は評価ボタンを押しててください。チャンネル登録も忘れなくお願いします。それではまた、バイバーイ。